で、まあ、最初にラフモデルを作りたいので、まあ、この形状どういう形状かなっていうのをちょっと見て、で、まあ、基本的に長方ちょっと小長の長方形になってて、この部分が、まあ、面が削れているので、まあ、角で置くときにこの表情がよく見えて、まあ、いいかなと思ってこのモデルを選びました。ただの四角形だとちょっとまあ見た目があまり面白くならないかなと思ったので、ね、ここのぐ、うん、ちょっとワンポイント削れてるだけでもいいかなと思って作りました。で、まあ、これは実際のモデルには使ってないんですけど、で今回モデルを作るときに一番最初にラフモデルを作って、まあ、大体のスケールが分かった方がいいなと思ったので、うん、まあ、一番最初にラフモデルを作っていこうかなと思います。これ今グリッドの大きさは1グリッド1メートルですかね。グリッドの大きさはとそうですね、1グリッド1メートル、これ多分スケールちっちゃくしてる、スケールちっちゃくしてます、ね、10分の1スケールに、ね、うん、しているの で、うん、あのそれだとあと背景だと物量が多くなっちゃうので、うん、それをあのリアルスケールでやるとすごく重くなっちゃうの、はい、で一番最初モデル作るときは10分の1ぐらいに試着してモデルを作ってますね、はい、でまあざっくり大まかな大きさを決めていこうかなと思って、この建物は、まあ、3階建てになっているので、まあ、人間のサイズから見て3階建てぐらいの建物の大きさになるように、まあ、ざっくりとここで形を作っていきます。だいたい1階、2階、3階ぐらいで、私はあんまりここで高スケールを測らないんですけど、測ったりします。これはなんとなく3分割はするよね、3階建て作るときは、はい、そうですね。なんかイギリスの建物だったら1階の高さが何メートルとかそういうのとかってあったりするんですか？いやー多分あるとは思いますけど、そうですね、そこまで厳密には考えてないですね、うん、考えてなかったです、ね、なるほど、まあ、むしろその写真から読み解くような形ですよね、そうですね、はい、さっきの写真とかもリファレンスの写真とかも、うん、まあ、見ると入り口の前に人立ってるじゃないですか、はい、だこの人が多分女の人とか、まあ身長まあ160センチちょっとだとして、じゃあ1階部分の高さは何メートルかみたいな、なるほど、だからその人だからリファレンスの中に絶対人があるリファレンスじゃないとちょっとスケールを読み取るのは難しいです。なるほどね。でそれが なかった時は、階段とかって結構高さ決まってるんですよ、手すりとか、はい、でそこからこの建物の高さがどれぐらいかって読み取ったりとか、あとは車の車高とかでも、あの1階がどれぐらいの高さっていうのを読み取れるので、ビルに対して何か対比、僕たちが日頃見てる何か対比物があるとスケールはすごい取りやすいですね。そうですね、結構周りのものとかこの写真は分かりやすいですね、うんうん、でじゃあその3階部分の建物の、まあ、区間が分かれるように、私は結構これでコネクトでなんとなく3分割をしてしまうんですけど、で建物自体が面長な建築、この横に長くなってるのでちょっと周りのこの部分は端折って作ってますね。で今回最初の段階でこの削れてるところも作っちゃってます、うんうん、で今回ラフモデルなのでそんな厳密にやらずにざっくりと作ってますね。でこの幅的にこのちょっと様子を見てみて、ちょっとこれじゃ幅が広すぎるなと思うので、うん、もうちょっと幅は狭めにやっていきます、
かこの時もその写真でいうところの窓の大きさとかから見ながらって感じなんですね、うん、そうですね実際、ま、窓と壁の隙間の比率みたいな、はい、あなるほどね窓って結構大きさまちまちだったりするのでははは窓の大きさだけ折っちゃうとスケール崩れたりするんですよ、ね、そうなんですね本当にその窓と下の人、うん、あの下の人に対して窓結構でかいじゃないですか、高いですね、180センチぐらいあるんですか、はい、だから結構窓だけ見ちゃうと僕らの印象で作っちゃうんで、うん、だいたい窓これぐらいだろうって、うんうん、で僕らの印象と実際の写真って違うんでちゃんとそういうところも窓の大きさと人の対比がどれぐらいなのかってやんないと窓は結構ね鬼門なんですよね、はいうん、なんか今回ロンドンの街並みを参考に作っていて本当に窓の大きさが、まあ、自分の身の回りの大きさと全く違うなっていうのは、はい、もう最初に驚きましたねこんなに、まあ、大きく設定してるのかそうですよね2階と3階で窓の大きさが違うとかって、ね、例えば考えないですもんね、はい、ここで間違えちゃいけないのは窓の大きさは違うけど窓のフレームの太さは一緒なんですよ、おー、うん、なるほど、はい、だここをちゃんと合わせておかないと下の窓はフレーム大きくて上の窓が例えば下の窓をそのままスケールちっちゃくしちゃうと、うん、フレーム自体が上の窓ちっちゃくなっちゃうので、うん、単純にスケールが小さくなっているように見えてしまうっていうことにならないように、うんうんうん、ちゃんとあの規格はちゃんと合わせるっていうことですね、うん、そこもまた構造をちゃんと読み取るっていうことですね、うん、面白いですね、うん、で今回写真見た時にちょっと下の階がやっぱ上の階に比べて長く高さがあるんですよ、ね、高さがあるので、まあ、こういう看板とかも込みでなんですけど、うん、なんでちょっと上の方をスケールをちょっと幅を高めに設定しています、はい、でその時に実際まあ人間を立ててみてどうかなっていうのでまあ一応確認もします。でまあ、この、まあ、ドアから見て人がこの、うん、大体この高さで、うん、さらにこの上に窓があって、うん、そこからさらにこの、まあ、パネルみたいなのがあるので、はい、そうだね、まあ、そこも 2.5 倍だね160の 2.5 倍ぐらいじゃん 2.5 倍まあでもまあ大体でこれぐらいですね、人を積み重ねてそうですそうですちょっとまあ組体操みたいにやってくるんで、まあ、それが一番分かりやすいかなと、はい、であとまあ窓ラフメデルなんで具体的なまあ形状がつかめればいいかなと思って、まあ、窓の配置感とあとよく見るとこれ中に出っ張ってるというか、はい、あそうですね、うん、ここがくぼんでるっていうかくぼんでるんですね、うん、くぼんでいるので、まあ、そこもちゃんと作った方がいいかなっていうのと、うん、あとここにあの、まあ、建物自体の出っ張りがあるのでそこもちゃんと作れたらいいなっていう、うんまあ、こういうのは影とかが落ちるのにすごくいいのでただ真っ平らにペタッてしてるより、うん、こういうワンクッションがあるとちょっと無意識のうちにもちょっと具体的になっていいなと思います。そうなんですよ、建物を作るときに難しいのって実は人間ってビルの腹の部分って結構よく見てるんですよ、窓とか。で、天井と足元の部分って実はそんな見てないんですよ。で、そこにディティールを抜きすぎるとすごい嘘っぽくなるんですよね。だから天井付近と足元付近はちゃんと作ってあげると、うんはい、真ん中がそこそこだ、そこそこでもちゃんとしたビルになるっていう、はい、なんでまあそれをちょっとそういう人間が見てるようなところっていうのも考えながらモデリングしないといけないですね。そうですね、まあ、無意識に見てるところです。天井の付近なんて誰も見ないじゃないですか。まあそうですね、だからそこにディティールあると、ええ、あなんかちゃんと作ってるみたいなあなるほどね、うん、でまあちょっとここのまあ多角形になってるところは簡単に処理はして、はい、した方がいいかな。で、あとはここの、まあ、さっき言ったあのエッジの部分、ここにあった、まあ、上のラインとかですね、
をまあ具体的に足していけたらいいなと。その前にちょっとここのへこみ入れた方がいいですかね、感じだとちょっとだけへこみが入ってるので、はい、うんうん、まあまあちょっとだけ中に入れて、ただちょっとこれだとこの写真の感じだとこの面に対して90度にそうですね、ここの上が出てるので、これだとちょっとここが鋭角効きすぎるなっていう感じなので、はい、そこは調整していきます。ちなみにこれ本当に気をつけてみないといけないのは、はい、彼女は新卒だっていう、そうですね、いくら作品があれても新卒だっていう目線を忘れちゃいけないってことですね、はい、そうですね、そうなんですよね、4月1日からですよね、そうですね、セーフハウスさん、はいはい、だから多分モデリング多分まあ10年ぐらいやってる人はおっせー、もうちょっとそこそうやった方がいいんじゃないかって思うんですけど、はい、新卒なんてそうです、ね、もうちょっと許してあげてくださいっていう。でも先ほどからこう見てると、おあのいわゆるピボットを活用しながらどんどんやってるなっていう、真面目だなっていう、はい、あピボットをいろんなところのにピタピタくっつけてやってらっしゃるなという、結構ピボット見てやっちゃうんですけど、はい、まあでも確かにそこ基準になりますからね、うん、あコントロールがしやすいというか、うん、まあ後々面倒くさいことにならなくていいかなっていうのは、はい、そうですね、機能に頼るっていうよりも基本的な移動でどんどん作ってるなっていう気がさっきは知ったんですけど、うん、そうですね、で、まあ、あとなんとなく高さが出たので言ってるうちにくぼみができましたね、ぽくなってきましたね、あとはなんか窓のモデリングで大事なことって手を動かすんです絶対に、はい、リファレンスとにらめっこしてる時間ってそれはまあ必要ではあるんですけど、どういうふうにしようかなって、でもそればっかり追いすぎるとリファレンスだけを見て頭の中でゴール地点を見つけようとするんですよ、うん、でもそれってすごい難しいんですよね、はい、実際に作ってみるのとリファレンスを見ながら作るのって全然違くて、うん、だからリファレンスにを見て作りながらリファレンスに合わせていく、リファレンスを見てこういう風にしてこうやってこうやってこここうやって作ろうこうやって作ろうってリファレンスを見て頭の中でゴール地点を作るんじゃなくて、彼女みたいに手を動かしながらあれこここうした方がいいな、こここうした方がいいな、要は絵がどんどん出来上がっていくことでリファレンスと違うところが見えてくるっていうのがあるんで、モデリングは絶対に手を動かす、そうすると行き詰まった時もあここをこうすればこうできたなみたいなのが見えてくるので、とりあえずモデリングは確実に、ね、手を動かすことが大事ですね。確かに頭の中だけだと結局頭の中でしか理解してないんですよね。だから実際にあれここリファレンス通りにならないってなっちゃうとまたそこで考えないといけないので、うん、とにかく手を動かすことが大事ですね。だこういうふうに窓とかも適当に作ってるんですけど、はい、これを見てもあやっぱこの窓とここの壁の幅ちょっと違うな、やっぱ壁ちょっと狭かったなみたいなのがどんどん見えてくる、はい、なるほど、作業することによってどんどんヒントが生まれてくるんですよね。細かく自分自身がもっとより理解できるようになるってことですね。さっきみたいにリファレンスをよく見るっていうことも大事なんですけど、頭でっかちだけじゃなくてそこら辺はもう臨機応変にやっていくことが重要ですね。そうですね、
で、まあ、窓もだいたいちょっと配置しながら調整していくっていう感じですね、はい、これ今、まあ、彼女は今普通にあの画像ビューアーで見てますけど、まあ、普通だったらまあデュアルモニターがあって片方にデザインを映しながらまあモデリングするみたいな、うん、で僕も昔あのシングルモニターでやってる時はあのマヤのレンダービューに画像を映してやってたんですよ ね。そうするとずっと常に画像が、はい、あのマヤ上に出てきてくれるので、うん、まあ、シングルのモニターの人は、まあ、常にトップに画像が来るようなあのビューアーを使うかレンダービューを使うとすごいモデリングしやすいですね。モデリングでいうと、まあ、たまにこう三面図を使ってモデリングしている人とかいるんですけど、はい、要はあのイメージプレーンに画像を貼り付けてそれにこうトレースするようにモデリングしている人いると思うんですけど、僕自身は三面図を使わないんです。三面図があったとしても三面図を使わないようにしてて、まあ、きっちりここに合わせてくださいっていう仕事があれば三面図使うんですけど、それ以外は三面図使わないようにしてて、その理由が僕はあの絵描かないんですよ。デッサンしないんですね。デッサン好きじゃないんです。だから物を形で捉えるっていう 2D の作業を怠ってきてるんで、はい、その代わりマヤ上で三面図を使わないでパースから形を取れるように、うん、あの日頃から気をつけてますね。だから三面図を使わずにパースからちゃんと形が取れるっていう、まあ、デッサンの代わりになるようなものをマヤの中でやってるみたいな、うん、はい、そうですね。 CG だとどうしても、まあ、上下、まあ、まあ上横から取れるので、はい、そういうモデリングをするのかなっていうふうに思いがちなんですけど、はい、そうじゃないってことですもんね。ほん、まあ、デッサン代わりにデッサンをやってる人は別に大丈夫なんですけど、僕デッサン全然やらないんで、でもあれだね、あのマヤのデフォルトをカスタマイズしないんだねっていう。あ、私は結構デフォルトで使っちゃってるんですね、うん、僕めちゃくちゃカスタマイズしてるんで、うん、使う機能だけ集約させるとか、そう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 、あとよく思うのがこれいろんなウィンドウが出てるんですけど、うん、もう本当モデリングだけだったら全部ビューウィンドウにしちゃって使う機能だけっていうのはありかなと思うんですけど、そうすると画面が少し広くなるとか、そうですね、タイムスライダーとオレンジスライダーとかもいらないし、うん、これ端折ってますね、走る端折る、うん、もうそのままデフォルトでやっちゃってますね。あと上見た時にちょっとこの部分が上にちょっと丸くカーブがかかってるので、それをちょっと確かにアーチっぽくなってますね。アーチっぽいのはもうちょっとラフの段階で出していけたらいいなと。これも最初にその窓のやつを作るんじゃなくて後から足していくんですね。そうですね。あ、なので一気にやっちゃうと。一気にやってしまった、はい、なのでまあアーチ状にしたものを配置していって、はい、でちょっと今回は上の部分だけやってるんですけど、あとこの下の部分ですね、うん、まあ、この窓があって、うん、ここのドアがこう分かれてるので、うん、まあ、この柱とこの柱の位置も違うので、うん、ちょっとそこを気をつけてやった方がいいかなと。こういう時って上下で分かれたり分けたりするんですけど、うん、分けちゃいますか？俺は分けるかな、分けて作るかな、後でくっつけるところはくっつけるけど、
そうですね、うん、ラフモデルの段階では分けるかな、あの下の1階部分に余計なエッジが入るのがいい。そうですね、上のやつが下に影響出ちゃうのが、なるほどね。でこれもエクストラクトで最終的に買っちゃう、こう。そうですね、でも下からカメラが見てる場合はその2階と1階の接地面とかわからないんで、穴さえ開いてなければ別に僕はあんま気にしないですけどね。私もあんまりここを分けずにやっちゃってることが多くて、1階が郵便局だからちょっと全然違うんですね、2階3階とは、うん、そうですね。なんか今回この建物を見た時にロンドンの建物って結構1階にお店とかがあるところが多くて、なんで結構お店はいっぱい、これで結構バリエーションが増えたっていうのもありますね。なるほどね。じゃあ半分潰れてしまってるので、ね、トリッキーな、まあ、ここトリッキーですね。結構トリッキーだね。なかなか誰だ、ね、改築したの誰だっていう塗りつぶしてるって感じですね。でこの時結構窓大きいんですけど、やっぱこの時もフレームの幅とか気をつけないと一気にこうおもちゃっぽくなっちゃったりとか、まあ、あと面取りこの後すると思うんですけど、その面取りの幅とかも気をつけないと、あんまり丸めすぎるとおもちゃになったりして、今度逆にシャープすぎると、はい、なんつうんですかね、その面取りしてる意味が なかったりとかっていうのがあるんで、見えなくなるんですよね、うん、でも面取りしないとディテールが死んじゃいますし、ね、うまく出ないですもんね。でここで重要なのは、まあ、フレームもそうなんですけど、地面から窓の高さ、はい、ここがすごい重要で、実はここってあんま日常生活で意識して見てはいないんですけど、日頃目に入ってくる情報って実は頭の中に入ってて、無意識でもここの高さって違和感を感じやすいんですよ。そうなんですね、うん、そうか、いや確かに意識したことはないんですね、うん、でもここが高すぎると今度建物自体がちっちゃく見えちゃったりとか、やっぱ人間の目線って自分の目線から見える範囲の情報がいっぱい入ってくるので、はい、うん、そこの目線の情報っていうのをちゃんと処理してあげないとスケール感が狂いやすいですよね、うん、だから今リファレンスの中にある入り口にあるあのステップが1段あるんですけど、はい、ここがちょっと高かったりすると、違和感をすごく感じやすいんですよね。ありますね、ここに。だから1階がちゃんと作ってれば2階の窓が多少でかかろうが、あの下のイメージをそのままつなげてくれるんで、だから自分の視点から見える範囲がまず一番重要だってことですよね。そうそうそう、